はい、よく頑張りました。はい、頑張ったね、終わったからね。昨日午後3時から守山区役所で行われた集団接種には、5歳から11歳までの子どもおよそ85人が訪れました。なんか最初怖いなって思った。痛くなかった。思ってたよりなんかチクッとしてた。やっと打てたって思った。他の国でももうどんどん接種が進んでますので、接種した方がのメリットが大きいと感じました。名古屋市では今日も区役所など市内の各1会場で5歳から11歳への集団接種が行われます。